いや、どうも。青沼孝太のイヤッサーマッチチャンネル。やられたよ、これ。うわ、これはやられた。しんど、うぜうぜ。それ、一箇所買われたの。嘘、嘘、あいつが買ったこと全部。いや、ひどい、これ。あー、うざい、マジで。どういう状況？うわー、そこのレンコン畑うっとうしいな。100億と100。そう、この雑魚 A に1個取られてんのうざいな。鹿さんも取り返した。まあとはいえ今あんまり持ってないから、とりあえずは。いやー、2箇所は取り返した。土浦だっけ、土浦が1箇所取られてるのと、水戸とひたちなかがやられてる状況。ちょっとめんどくさくなってきたね。どうだったっけ、ちょっともうちょっとうろうろしても大丈夫。水戸も帰るだけ買っとこう。これですよ。2枚持っときゃなんとかなるだろう。とりあえずじゃあいよいよ土浦奪いに行くか。こんなの持たれててもしょうがねえしな。やったー、これでやっと世界が見えた。奪い返した。でかい。あとは水戸とひたちなかっていう状況に戻した。でも、ひたちなかが先に行きたい。よし、やったー、来たー。これで、やっと、ひたちなかまで、あと一個だ。あと一個、水戸。遠い道のりだった。あとは、水戸が、約100億足りないんだな。11連続。やったー。これで水戸が、あとは水戸に止まるだけで。だぜー。何が使ってないやつかもう分かんないぜー。来たー。終わったー。偕楽園と決戦記を俺が勝って終わったー。やっと終わったー。ライブ5時間47分約6時間プレイ時間約6時間で、この茨城、北茨城のこの六たち中、干し芋屋が、お、小太郎物産かな、水戸は、笠は、もう、そして土浦のこのレンコンシリーズ、一回奪われたこともあったけど、やっと終わったー。というわけで、ついに登場しました。茨城制覇、次の挑戦まで、また今回も。